RJCT 帯広駐屯地の位置、帯広駐屯地は、北海道帯広市南町南7031番地に、所在し、第五旅団等が駐屯している、陸上自衛隊の駐屯地である。駐屯地内には、十勝飛行場があり、北部方面隊及び第五旅団のヘリコプター部隊が使用している。1964年から1981年に、 現帯広空港が開港するまでは民間機の運航も行われ帯広空港とも呼ばれていた。1972年から1981年までは航空大学校帯広分校が併設され同大学校のフライト訓練にも使用されていた。駐屯地指令は第五旅団副旅団長が兼務。最寄りの演習場は差別演習場。2003年度末に第五師団を 総合近代火力団として改編された。2020年8月17日付をもって防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域を呼び、その収容に300メートルの地域の上空に対象施設に該当し、小型無人機等の飛行が禁止される。第5艦区隊が第5師団に改編される。北部方面航空隊を 北部方面飛行隊に改編。これにより、北部方面艦船気象隊、第2派遣隊を新編。第5艦区隊、第5航空隊が、第5飛行隊に改編。第5武器隊、第5補給隊、第5輸送隊、第5衛星隊を統合して、第5広報支援連隊が、編成完結。第5特化連隊第6大隊が、第5校舎特化大隊として、分離独立し、 死団直轄となる。第五特化連隊が、第五特化隊へ、縮小改編。第五広報支援連隊が、第五広報支援隊へ、縮小改編。第五施設大隊が、第五施設中隊へ、縮小改編。第四普通化連隊が、即応予備自衛官訓練を終了し、完全フル化改編。第四普通化中隊を、北部方面混成団例下の、 第52普通科連隊第3普通科中隊に改編。第5追襲停滞戦車中隊を廃止。帯広駐屯地内都勝飛行場付近には訓練場があり、主に新隊員の教育訓練や持続走訓練、分隊や半規模の小規模訓練が行われる。また、訓練場にある滑走路、飛行場誘導路付近では毎年8月に、 帯広中屯地創立記燃料時間越式が行われる。ありがとうございます。